2016年ミス日本酒宮城代表池田香織です。よろしくお願いいたします。グランプリを取るチャンスというよりも、大好きな日本の文化を海外の方々へ伝えていけるチャンス、そして県内の方々に、全国の皆さんに伝えるチャンスをいただけてとても嬉しいです。私は宮城県の仙台市出身なのですが、とても大好きな場所がありすぎるのでちょっと悩んでしまうんですけども、青葉城という市街からも近い、もともとお城があったところがあるのですが、そこがとても好きです。夜景も夜は見えますし、昼間に行っても街中が見渡せるので、とても安心できる場所になっております。ミス日本酒として、大好きな日本人としての思いやりの精神、文化を今の時代だからこそ海外の皆さんへ伝えていきたいです。そして東北出身の私が国内外で活躍する姿を、未来を担う子供たちに見せ、自分らしいキラキラした夢を持ち続けてほしいと思います。このようなチャンスをいただきありがとうございます。私にはやらなきゃいけないことがあると、使命があると感じております。この時代だからこそ、日本人が誇る思いやりの精神、そしておもてなしの心、海外の方々にもたくさん伝えていきたいと思います。グランプリ日本大会までに自分磨きをして、もっともっと日本が誇れる、日本人が誇れる自分に、ミス日本酒になっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。